こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年2月26日東武鉄道東武動物公園駅で634型スカイツリートレインを見かけました。久しぶりにスカイツリートレインの走行を見ましたが、調べてみるとこの日はカゾリングトレインツアーが行われており、その袋列車のための加須駅への回送でした。カゾリングとは渡良瀬遊水地をはじめとする自然、そしてアウトドアやグルメなどたくさん点在する観光スポットの自転車での周遊を提案している加須市の取り組みのようです。JR 東日本には房総バイシクルベースという209系を改造した車両がありますが、スカイツリートレインも座席および車内にゆとりがあると思うので、ロードバイクを持ち込んで現地まで行くツアーなども快適で楽しめそうですね。この日は強風のため風切り音が激しく、走行音はカットしています。ライダーの皆さんは風を読み、速度を計算しながら集団で走られたのでしょうか。ロードバイクかっこいいですが難しそうです。猫族チャンネル。せっかくなので加須駅からの袋も撮影しました。1800系カラーリングの200系両毛からスカイツリートレインの通過まで開かずの踏切状態になっていた東武動物公園駅をご覧ください。皆様は普段自転車に乗られますか？猫族は最後に乗った時を思い出せないくらい乗っていないので、もう乗れる気がしないです。スカイツリートレインの乗車旅動画もございますので、よろしければご覧ください。それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。Thank you.